はい、どうもー、こんにちは。皆さん元気ですか？オーナーの皆様、アキです。イエーイ。じゃあ、今日は12月のお茶でお届けしたこちらですね、大福茶の入れ方を代表の北の方から紹介したいと思います。思います。で、今日はですね、ちょっと特別ゲストがおられるので。え？ゲスト？ゲスト？はい。聞いてないよ聞いてないよ。おられます。え？早速呼びたいと思います。めちゃくちゃ早速ですねはい、じゃあ、佐藤さん。佐藤さんです。佐藤さん謎の人物、佐藤さん佐藤さん、説明を。どうぞ。はい、佐藤さん、はい、どうぞ。福島から、お茶の仕事で、わずかの方にちょっと来てもらってます。で、いつ帰られるんでしたっけ？もう、すぐです。あ、すぐですか？もうすぐ。明日、2、3日で。じゃあ帰られる前に、ちょっとその、もちろん茶畑オーナーさんでもあるので、今回はその大福茶の入れ方を、代表の北の方から教えてもらいたいと思います。では、どうぞ、早速。はい、お願いします。お願いします。では、まあ、大福茶っていうのはもともとなんか京都から発祥したみたいで、なんか京都の東山にある六波羅蜜寺っていうお寺が、有名なお寺がありまして、知ってます？六波羅蜜寺っていうのがあるんですけど、歴史で学んだことなかったかな。関西だけなんかね、わかんないですね。その六波羅蜜寺の空也上人っていう。空也上人っていう人が、知ってます？さすが長いわ。すごい。そうそう、空也上人がその1000年前になんか疫病が流行ったみたいなんですね。でその疫病をその鎮静化するために、その空也上人はこの、大福茶っていうのをその疫病にかかった方に飲んでもらったら、それが治ったっていうんですかね、収まっていったという伝説のお茶なんですよ。これがですね、まあ今その現在ね、コロナも蔓延してるところでございまして、まあその疫病ですよね、その疫病をこう抑えていくのに、なんかこう大福茶なんていうのね、これ毎年こう縁起物でこの正月に結構飲んでるんですけど、関西ではね。へえ。はい、このお茶、まあお茶で、これはあの風の煎茶になってまして、うちで採れた、在来の品種が在来なんですけど、在来っていう、まあ、昔ながらの品種、在来をちょっとかぶせて2週間かぶせて採った風っていうものの茶葉を入れましょう。これでちょっとね、こう茶葉の香りが立って、これの 5g、 はい、これ 5g ですよ。お湯を急須に入れちゃいます。全部入れちゃいます。じゃーん。はい、こう入れて出してる間にこちらのセッティングをしたいと思います。セッティングがあります、はい。お茶と結び昆布ですね。結び昆布とこれ8個ですね、はい、8個と梅干しもこれ8個入ってます。8粒入ってます。そしてこれがなんと今かなり高騰しております金でございます。金、ゴールドが入っております。結び昆布を一つずつコップに入れます。はい、入れましたね。そしてこの梅干しも一つずつ入れちゃいます。じゃんじゃんじゃーん。こんな感じですね。入れて、はい、そこにこの先ほどこう入れた急須に入れたお茶を注ぎます。これも少しずつね、入れていきましょう。回しすぎってやつですね。じゃあ最後に、お楽しみのゴールドを、これをね、これ。いきましょう。そのままこう、持って滑らせたらどうですかね。こう、そうそう、はい。こんな感じですかね。こんな感じでしょう。滑らしていったらいいかも。そう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 。ああ、いいですね。風向きいいんですよ。ああ、そうそう。3人前入りましたんで。こう、金箔を浮かべてもらって、
大木茶の完成でーす。イエーイ。特別な、やっぱ今の時代特にまだね、コロナ流行ってるんで、それをこう収めていくっていうのも、ね、今の時代また蘇ってきた大木茶、これを飲むことによってね、収まっていったらいいななんて。年に1回っていう意味なんですか、それは。そうなんですよ、年に1回お正月に飲んで、その年1年を健康に、疫病を退散するために飲んでたんですよね、昔から。けど今年は特にこう意味を、持って、これが大事になってくるんじゃないかなって、思うんですけどね。ほうじ茶を使ったほうじ茶そばをお送りしています。でこちらもあの新しいおそばになるので、今から試食してもらいたいと思います。いただきます。さあ、新開発のほうじ茶そばでございます。ほうじ茶の香りが、はい、わーっと広がりますね。わーっとくる、わーっときますよ。わーっときた。おー、すごいですね。僕もじゃあほうじ茶感が、ほうじ茶感がある。梅雨に負けてない、ね、お、なるほど。皆さん聞きましたか、この梅雨にも負けないこのほうじ茶感、これが今回の売りですよね。まあ年内に届いてるんですよ、2020年に届いてるんで、まあその2020年がこうね、無事に終わってはないんですけど、いろいろありましたけどね、いろいろあったのを、まあ、まあそれはそれとして、また来年に2021年に向けて、年を越していただくということで、この新しいほうじ茶そばでぜひとも皆さんに年を越していただきましょう。これと大木茶、大木茶とその越した後は大木茶で、さらにいい年にする、はい、ということで皆さん、年末年始忙しいと思いますけども、とりあえず年末はこの年越しそばを皆さんにいただいて、皆さんにハッピーになりましょう。イエーイ。それじゃあまたね。ありがとうございます。皆さんさようなら。ありがとう。